それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、カウント。やばいぜ。流れるようにスムーズだ。そこでそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。そこに蹴るのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。どっちで来するぜ。指導だぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでる。全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー。どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行。差は開いてないそうだ。スタートからポジションは変わらずか。相手のドライバーはトラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、救護先型だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ガンキラーって聞いてた。こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信人君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。だろう、こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、めちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっぱやな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えば。来た来た来た、お店の前に出てるぜ。行くやんの、あの人呼吸の底地から見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。すがだぜ信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。どうに、くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けど、このポジションだ。五線の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。
本当に大丈夫なの？わかんねえよそんなの、藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。東横線は全長25キロと比較的短いですので、先に仕掛けて逃げ切った方が良いのは間違いない。後半の戦局は藤原なら十分チャンスがある。圭介だけは俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急にせよ完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線の信彦が前だった。本当だ。よし、いいぞ、押さえてる。いけー。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからないんだ。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん。僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が良い。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦がそこまで続いてある程度の重量があると粘着がブレーキングではフロントに荷重移動し、粘着力を稼ぎ、上り勾配ではフロントに荷重を寄せ切れず、粘着力を不足する。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車からの弱点だ。つまり、東急五軒系は、上り勾配の雑に弱い。ってことだ。無助士のアドバイスとは、そういうことだったんだ。アドバイス？何が？チャンスは迫力。ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2戦に勝つ方法は一つしかない。